マイケンの愛称で親しまれ、日米通算156勝を挙げている前田健太。今回はそんな前田の面白いエピソードを50個紹介します。オフシーズン、アメトークの絵心ない芸人に8年連続で出場している前田。毎年スタジオを爆笑させるユニークな絵を描き、マイケン画伯と呼ばれるようになったそう。あまりにも独特な絵を描くため、前田の絵をモチーフにしたグッズが発売されることに。グッズの人気は高く、全商品完売。前田はグッズの収益を大阪府に寄付し、吉村府知事からは感謝状が贈られた。メジャー挑戦1年目にドジャースの新人恒例行事として、チアガールの服装でニューヨークの空港に降り立った前田。他の選手がチアの格好を嫌がるところ、前田は満面の笑みでカメラの前に立ったらしい。2019年にもドジャースはドレスアップデイを開催。前田はドラゴンボールのスーパーサイヤ人の仮装を披露しており、球団公式の SNS では前田の悟空は面白いと絶賛されていたとか。進撃の巨人のマスコット、巨人くんがドジャースタジアムに訪れた際、巨人くんと前拳体操をする動画をインスタグラムで公開した前田。ファンからは怖すぎるとコメントを受けた。高校時代にトレーナーの教えで始めた前拳体操。初めはバカにされていたが、プロで結果を残すにつれ評価されるようになった。一時期は日本中の子供が前拳体操を真似していたらしい。カープで1年共にプレーしたザガースキーが DeNA に移籍するとニュースが流れた時には、前田は自身のブログで、ザガースキーはハイチュウが大好きなのでプレゼントしてあげてくださいと書き記していたそう。トンネルズのスポーツ王は俺だのリアル野球版対決に出演した際、バッティングが得意の前田は本番前練習で3球連続ホームランを放っていたが、いざ本番が始まると全く打てず、相手チームで年下の日本ハム杉谷から毎年来るが打てないとバカにされた。メジャーで大谷翔平と初対戦を迎えた前田は、チームのデータ班から大谷はスライダーが苦手と言われ、素直にスライダーを投げるも大谷にホームランを打たれてしまった。テレビ中継ではやっぱチェンジアップやったかとつぶやく前田が抜かれていたそう。カープ時代、テレビ番組ホコタテで13歳の清宮幸太郎と対戦した前田。40球で7奪三振は可能かという企画だったが、清宮にセカンドゴロを打たれてしまい、対戦後プロで対戦できたらいいねと声をかけたらしい。元東海テレビアナウンサーの成島佐穂とは合コンで知り合ったことをきっかけに関係を深め、2012年の1月1日に結婚。妻は大学時代にアメリカへ留学していた経験もあり、慣れないアメリカでの生活を支えてくれているそう。そんな妻と結婚する1年前、モデルの相川奈々と浮気していることが発覚した前田。何度も関係を持っていたにもかかわらず、前田には本命がいたことで相原は激怒。この時の新聞の一面は、マイケン密会所エロ写メ送ったのにだった。前田は浮気の事実をブログで認め、正式に謝罪。当時彼女だった成島は、もう二度と浮気をしないという約束で前田を許しており、今では夫婦仲良く暮らしているらしい。結婚式の進め方で母親と大喧嘩した前田はブチギレた挙句、誰一人親族を結婚式に呼ばなかった。子供が生まれても報告することなく完全に縁を切っているそう。しかしその後、家族との関係は修復。母親も、若いあの子たちの感性と私たちの古い考えが合わなかっただけと振り返っており、今ではアメリカに家族を招待するなど、一年で何度も顔を合わせているとか。2013年に女の子、2018年には男の子が誕生し、2児の父となった前田。家族4人で仲良くしている写真も SNS でアップされ、幸せな家庭を築いているそう。1988年に大阪府で生まれた前田。幼少期は母親から、勉強するなら外で遊んできなさいと言われ、勉強よりも外で遊ぶ元気な少年時代を過ごしたらしい。前田は子供の頃よく喧嘩をしていたらしく、喧嘩をして家に帰ると心配よりも先に勝ったか負けたかを聞かれており、負けたと答えるとやり返して今回と怒鳴られていたそう。このことについて前田は、気性の激しい地域だったのでと話している。小学3年生の頃に友達と一緒に少年野球チームに入団した前田だが、6年生の頃には西日本で優勝するほど強く、31個のタイトルを獲得していたらしい。野球と並行してサッカーと水泳も取り組んでおり、水泳では西日本大会優勝という成績を残していた前田。サッカーもうまく、オフシーズンのトレーニングではプロ顔負けのプレーを見せている。中学では強豪忠岡ボーイズに入団。そこで前田は西日本大会優勝を果たすと、日本代表に選出され、世界大会ではチームを優勝に導き、大会 MVP を獲得している。この時点ですでに前田は世代ナンバーワン投手だったそう。高校は大阪の名門 PL 学園に進学。高校1年生の夏からベンチ入りすると、大阪府大会決勝再試合で先発に抜擢。その試合で前田は見事に関東勝利を挙げ、桑谷生と言われるようになった。高校3年春の甲子園準々決勝、2アウトで前田は3塁ランナーに。初球を見ていけると確信した前田は、3球目にホームスチールを成功させ、チームのベスト4進出を大きく引き寄せた。このホームスチールを見た広島のスカウトは、野球選手としてのセンスは間違いないとドラフト1位指名を決めたそう。
数々の強打者が揃う PL 学園でもバッティングが良く4番を任されていた前田は高校通算27本を記録している。プロに入ってからもバッティング練習は欠かさず行っているとか。プロ1年目は球団の方針で1軍登板はなかったが、2軍の先発ローテーションに入っており、投手ながら打席にも立っていた前田の打率は3割6分4厘を記録した。プロ3年目は年間通じて先発ローテーション入り、防御率も 3.36 と悪くなかったが、8勝14敗という成績が残った。この年の援護率は 3.28 とセリーグ最下位を記録している。プロ4年目の4月、ヤクルト田中裕康に対し、お気に入った球で何かを掴んだ前田。その投球を機に力を入れなくてもコンスタントに150キロを超える球を投げられるようになったそうで、この年前田は15勝8敗を記録し、沢村賞を獲得した。翌年にはノーヒットノーランを達成。この試合では9回まで全くノーノーを意識しておらず、試合に勝つことだけに集中していたそう。同世代一番乗りのノーノー達成で前田は大喜びだったらしい。2020年メジャーの舞台でもノーノー達成のチャンスが、しかし9回にラッキーなヒットを打たれてしまい、ノーノーを逃した挙句この打者限りで降板。リリーフが3点差を追いつかれ、勝ち投手の権利も消えてしまった。広島時代に仲のいい巨人の坂本からバットを譲り受け、そのバットで打席に立った前田。しかし前田はバントを失敗させてしまい、怒りでバットを破壊。バットが折れると同時に冷静になった前田はショートを守る坂本に向かって謝ったそう。2016年からメジャー挑戦した前田はドジャースに入団。ピッチングを期待されての入団だったが、デビュー戦の第2打席にホームランを放っており、チームメイトからはサイレントトリートメントをされ、前田は PL 学園の4番なんでとコメントしたらしい。2022年からはア・リーグでも DH 制が導入されることに。ナ・リーグのドジャースに所属している時でもバッティング練習を欠かさないほどバッティングが好きな前田は、もうメジャーではホームランが打てないと落胆していたそう。2019年打率2割6分2厘の成績を残していた前田は、敗色濃厚の試合の9回2アウトから代打で出場。また前田は足が速いことからダイソーで起用されたこともある。2017年レギュラーシーズンは先発投手として活躍したが、プレーオフからはリリーフに回ることに。前田はこの年のプレーオフ9試合に登板し、ワールドシリーズ第2戦までは1人の走者も出さず、10回3分の2を投げ1失点という好成績を残した。コロナウイルスの影響でシーズンが短縮された2020年、この年の前田は開幕から絶好調で6勝1敗、防御率 2.70 の成績を残し、サイヤング賞投票でも2位にランクインした。2020年に YouTube マイケンチャンネルを開設した前田、トミー・ジョン手術のリハビリ中には数多くの動画を投稿しており、チャンネル登録者は32万人で、現役日本人プロ野球選手の中ではダルビッシュに次ぐ2番目の多さを誇っている。前田は YouTube を通じてマイケンベースボールアカデミーを開設しており、ここでは普段見ることのできないマイケンのプライベートや YouTube では公開していない野球技術を教えている。月会費も最高月1000円とお手軽だそう。ゲームパワープロでの自分の能力に不満があった前田は、コナミに対して理想のマイケンを作ってくださいと直談判。コナミはこの願いを承諾し、コントロール S、スタミナ A と理想のマイケンが誕生したらしい。自身の YouTube でスマホゲームプロスピエースのガチャで自分を当てるという企画を実行した前田、課金を繰り返す地獄の始まりと予想したが、3回目で引き当てており、まさかの引きで撮影は5分で終わってしまったとか。このままでは尺が足りないと再びガチャを回し始めたが、5回目でも自分を引き当てており、もう満足、動画終わっていい？と大喜びしていたそう。 YouTuber ヒカルと生配信コラボで160キロは投げれるようになるのかという質問をされたが、160キロ投げれるのは才能ですね、僕には無理ですと回答。野球 YouTuber の特産 TV とコラボした際には軟式をガチ投げし、クセ野球人であるライパチに左中間真っ二つのヒットを許してしまう。これにはさすがの前田もがっくりしていた。広島時代交流戦でダルビッシュと対決。ダルビッシュはこれから球界を背負う前田に経験させてやりたいと全球種を前田の打席で投じた。試合後ダルビッシュは自身のブログで前田にエールを送っている。同い年である秋山翔吾とは大の仲良しで、テレビ番組のアンケートでアメリカでご飯に行くのは秋山、帰国してご飯を食べに行くのも秋山と答えている。ちなみに秋山はマイケンの YouTube にも出演している。学生時代から大好きな女優は広末涼子らしく、テレビ番組でビデオメッセージをもらった時にはいきなり表情が真顔になり、画面から視線をそらさなかったそう。そして VTR が終わると前田は椅子から立ち上がり拍手したらしい。ドジャースタジアムで箱の中身は何だろうなゲームに参加した前田、箱の中の動くおもちゃに触れると規制を上げて周りの選手たちを爆笑させた。アメリカのファンもリアクションが面白すぎると大絶賛していたらしい。トミー・ジョン手術からのリハビリ期間に肉体改造に着手した前田は、自身のインスタで極小ウノのカードを持って腕の筋肉をアピールしており、ファンからはウノちっちゃとコメントされている。登板に向けて22個のルーティンがある前田、特に風呂とトイレを掃除することには重点を置いており、綺麗じゃないと気持ち悪いと語っている。ちなみに朝食のルーティンは豚の生姜焼きらしい。
ドジャース移籍の際に8年24億の契約を結んだ前田。その後ドジャースで活躍し、前田の価値は122億円と評価されるようになったが、約3億円の年俸で投げ続けている。このあまりにも安すぎる契約に、一部からは奴隷契約と言われているそう。2023年限りでこの奴隷契約も終了。メジャーの球団に移籍する可能性もあるが、前田自身は最後は日本でプレーしたいと話しており、広島はいつでも受け入れる体制はあると公言しているが、巨人やソフトバンクも獲得に名乗りを上げる予定だという。ということで今回は今もなおメジャーで活躍を見せる前田の面白いエピソードを紹介してきました。来年以降前田がどの球団でプレーをするのか目が離せませんね。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードをたくさん伝えていきますので、これからもよろしくお願いします。それではまた。